オーストリアは、ブルゴーニュ皇フィリップ4世とカスティーラ女王、フアナの間の次女。神聖ローマ皇帝カール5世の妹、フェルディナント1世の姉。デンマーク王クリスチャン2世の王妃。デンマーク語では、イサベラ・アブア軍、エリザベト・アウストリなどと呼ばれる。母フアナが、精神に異常をきたし、子供の養育ができない状態であったため、イサベルは、他の兄弟姉妹と共に、 オバマルグリットがネーデルラントで養育した。三人の王女、レオノール、イサベル、マリアは理解力に優れ、マクシミリアンやマルグリット同様に音楽の才能があり、クラビコード、リュート、ハープなどを巧みに弾きこなしたという。1515 15年14歳になったイサベルは、デンマークをクリスチャン2世の王妃としてとつぐことになった。 クリスチャンは粗暴で残虐極,極まりない人物であったが、イサベルの祖父マクシミリアン一世は、政治的利益のみに注目し、悪評を耳にしていたにもかかわらず、ろくに調査もせずに結婚を代理人に進めさせた。王室秘書官のエリック・バール・ケンドルフ司教は、クリスチャンの粗暴さを抑えようと考え、デューベケという豊満な金髪の少女を連れてきた。彼女はオランダから移住してきた居酒屋の未亡人。 ズイグブリッテ・ビレムスの娘だった。クリスチャンは1513年に国王に即位し、コッペンハーゲンに移った時、設備の整った豪華な愛人用の部屋を作らせた。するとズイグブリッテは、娘に夢中なクリスチャンを思いのままに操り、自分の兄弟やいとこたちを呼び寄せて、政治の中枢に据えた。このような国王に反対する国民の声が、デンマーク中に上がり始めた。 バルケンドルフは身分相応の妻をめとりりるべき一族を追放することをクリスチャンに信言した。しかし王は結婚には承知したものの愛人一族を追放することにはガとして承知しなかった。こうしてイサベルに白羽の矢が建てられたのであった。イサベルはコッペンハーゲンに到着しクリスチャンの王妃となったがそこで愛人一族に囲まれ、 苗がしろにされることになった。婚礼のための祝宴さえも開かれなかったという。夫のクリスチャンは滅多に妻の元を訪れず、言葉もかけようとせず、後継者を得るためだけに夜を共に過ごし、しかも早々に自室へと戻るのだった。クリスチャンはもっぱら愛人リュウベケの元に入り浸った。イサベルの不幸な生活やデンマーク宮廷の異常な日常は外国の公使たちによって、 ヨーロッパ中の宮廷に喧嘩された。このことは、マクシミリアンの耳にも入り、カールを通じて、クリスチャンに抗議した。しかしクリスチャンはこれに激怒し、イサベルの最も信頼していた、助官長を国外追放にした上、デューベケの母、ズイグブリッテを新たな助官長にした。秘書官バルケンドルフも解雇され、後釜には、ズイグブリッテのいとこを座らせた。 イサベルの三人の子供たちの教育も随遇ぶりって一派に任された。1517年、デューベケは突然死亡した。クリスチャンは暗殺と断定し、何人かの者を処刑した。愛人の死後、クリスチャンは、ますます凶悪な統治者となった。1520年のストックホルムの地翼では、一日でスウェーデン貴族600人が斬首され、石畳にはおびただしい血が流れた。 デンマーク国民の忍耐も限界を超え、1523年にクリスチャンは廃位され、おじフレゼリク一世が大いについた。クリスチャンとイサベルたちはネーデルラントに亡命し、まずガンで、その後小さな町家でひっそりと暮らした。フレゼリク一世はイサベルにはデンマークに戻るように進めたが、彼女は夫の元に残ることを選んだ。そして、 ニュルンベルクの帝国議会で夫を正当なデンマーク王と認めるよう訴えるなど、夫の福井に尽くしたが、努力は実らなかった。その後、イサベルはプロテスタントに傾き、また食料を品を買うために、子供のものまで売り歩くほどの窮乏生活を送った。これを知ったマルグリットは、イサベルの子供、ハンス、ドロテア、クリスティナをカトリックの下で育てるべく、メイヘレンに引き取った。 子供たちを奪われ絶望したイサベルは1525年1月18日、ベッドの中で死去した。23歳ボーツ。末娘、クリスティナの後衛に、マリア・テレジアの夫フランツ一世がいる。これによって、イサベルの子孫は200年後に、ハプスブルク宗家に帰還を果たすことになった。の父は、ポルトガル・オード・アルテ一世。ジョアに一世の子で、弟に、 エンリケ公会王子家の父ジョアン、妹にの母イザベルがいる。よって、トトは、共に、ジョアン一世を祖父とする、いとこ同士となる。ウィキメディアコモンズには、イザベルでアウストリアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。